Rise on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダメダモンズさんにむろです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、今回はお便り会と題しまして、ライスオンミーの YouTube チャンネルでそれぞれの会にいただいているコメントや、Twitter でハッシュタグライスオンミーをつけていただいているコメントをいくつか抜粋しまして、ご紹介していきたいと思います。うん、まずは一つお知らせでございまして、こちらライスオンミーのね過去回を50本収録したライスオンミー音声版ボリューム2の販売が開始されているということでございまして。なるほど。こちらの今ね YouTube の方でまあ過去回聞くことはできるんですけれども、まあ皆さんの聞く環境によってまあそういうの音声版にした方がいいよという方のためにね、一応ちょっとこういうものをご用意させてもらってますので、まあもしよかったらこちらブースというサイトで販売しておりますので、チェックしてみていただければということでございます。よろしくお願いいたします。いいお知らせでした。はい、ありがとうございます。よくできました。ありがとうございます。さあではやりづらいですやっぱりいけなかった無視していこうかと思ったけれども、ね、一言言っておかなければそうでしたね。気が済まなかった、ちょっと嫌でしたその感じ。すいません、はい、本当に。じゃあコメントの方に行きたいと思いますね。はい、まずは大谷翔平選手、今ねメジャーで活躍してますけれども、先日オールスターに選ばれて、うん、まあ、その前夜祭のホームランダービーに出るんで皆さんぜひ見てくださいというお話をした回があるんですけれども、うん、まずホイップさん見ました？俺ね見たんですよ。うんうん、まあまあがっつり見たわけじゃないですけど、はい、あ今日井村さんが言ってた、うん、あのホームランダービーの日だと思って、はい、テレビつけてちょっと見てました、うん、はあはあ、うん、どうでした？まあ、結局あれですよね、うん、1回戦で落ちちゃった。そうですね、まあ、1回戦で負けちゃったけど、まあ、ただ延長に次ぐ延長で、そう1回戦負けたけどなんか見せるとこ見せてくれたなみたいな、うんうん、でもね、なんかイメージと違いましたね、ホームランダービー。おー、そうですか。なんか、制限時間内にさ、うんうん、投げてどれだけ打てるかみたいな感じじゃなかったですか。うんうんうん、だから、結構ね、1スイング1スイング慌ただしいんですよ。そうね、うん。そうね、本当にそうだね。てて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 てみたいな、ね、音楽がどこからともなく聞こえてくるようなテンションなの。そう、確かに。ブン振って、すぐまたブン振ってっていう。とにかく数打たなきゃっていう感じになるからね。うん、実際大谷選手ももうね、ほんと膝に手つくぐらい疲れたみたいな感じで。ね、でもすごいね、やっぱ大谷選手がやっぱ人気あるんだなっていうのは、うん、まあ、ホイップさんどこまで細かく見たかわかんないですけど、まあ、周りにいる選手が大谷選手に続々と声をかけて、そうですね、写真撮ってくれ、サインくれとか、うん。で、あと途中、大谷選手に電話がかかってきたのわかりました。ああ、そこ見てないかも。ちょうど大谷選手の出番になる直前ぐらいに、うん、いきなりスマホ渡されて、うん、大谷選手が誰かと喋ってるんですよ。うんうんうん、で、これが、その、プホルス選手っていう人から電話をかかってきてて、それをこうして応対してるんですけど、うん、これ、プホルス選手ってめちゃくちゃすごい人なのよ。へー。メジャーリーグ、600本以上メジャーでホームラン打ってる人で、うんうん、だから、ホイップさんが、単独ライブ当日に、たけしさんから電話かかってきたみたいな感じ。へぇー、マジ？それぐらいすごいこと。そうなんだ。うん、結構もう伝説的なプレイヤー。まだ現役ではあるんですけどね。うんうんうん、でもそれだけ偉大な人からそうやって電話かかってくるぐらい、まあ、大谷選手が愛されてるなというね。はぁー。そういう一幕も見れて。あんちゃん、打っちゃいなよって言われたのかな、やっぱり。いや、大谷選手は。英語だと思いますけど。うん、あんちゃんよ、つって。ホームラン打とうと思うと打てないんだよなって。センターあたりにいいヒット打とうと思うと、そういう球がホームランなんだよなって。違います、違います。黒沢さんも言ってたんだよなって。ホップさん、
例えなんで。ああ、すいません。たけしさんからかかってきてるわけじゃないんですよ。うん、プロレスからかかってきてるんで。あ、俺いいスイングしたなーって思うとき、だいたいあの、黒沢さんのバットの振り方と一緒になってんだよなー。例え間違えた。例え間違えたよ。変なスイッチ押しちゃったよ。おいらもう試合の後にお姉ちゃんとこ行くんだけどよ。もういいわ。もういいよ。すいません。それぐらいすごいことだよってことを言いたかったの。ああ、わかりました。はい。まあでもね、見ていただいた方もたくさんいらっしゃると思いますので、うん、見ていただいた方にはその大谷選手の最近の凄さみたいなのもね、ちょっとは伝わったんじゃないかなと思いますけど。うん、伝わったと思うよ、よし。俺ねえな。よし、続けない。よし。そんな中でコメントいただいております。春坊さん、うん、ニムさんがホームランダービーを企画ものと言ったせいで、うん、途中の監督がいいというコメントも AV を連想してしまう。確かに。そうね。大谷選手が所属するエンジェルスの今監督、マドン監督っていう、監督がこれね、大谷選手今花開かせてんですよってこと言ったんですけど、それもまあ AV だと。確かにあの、ね、僕もあの、マドン監督の時、はい、あの、カンパニー松尾の顔が頭に浮かびましたね。マドンなんとかみたいな。確かに、ちょっとそれは僕がすいません、表現がね、下手で申し訳なかった。変な誤解を生んでしまいましたね。はい。それからね、4M さん、はい。私も野球そんなに興味なかったけど、今回の配信を聞いてホームランダービー見てみようかなと思ったけど、遅かった、うん。オールスターはぜひ見てみたいと思います。ちなみにホイップさんは、貧困と出っ歯とハゲの二刀流な。いや、おい、三つなんじゃねえよ、おい。三刀流じゃねえか、おい。そうですね、うん。負の三刀流でしたね。打ってよし、守ってよし、走ってよしじゃないんだよ。まあでも同じ、やっぱそういうね、二刀流以上の、あなたそういう存在ですよという、褒め言葉じゃないですか。いや、あと、ハゲてねえし。出っ歯と貧困は確かにそうだけどね。いや、ハゲてるよ。ハゲてないんだよ、これが。ハゲてないようにしてるだけだから。いや、取り繕ってないし。堂々とハゲてないし。でもそこはあんま本人はね、自覚してないみたいですけど。あんちゃんよあんまり、ガタ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 、抜かしてんじゃねえぞ、この野郎今日のお便り会は、たけしさんが、ゲスト出演してくれてるみたいですんで。きよし、早く進めろ、バカ野郎じゃあ次行きたいと思います。次の回になりますけれども、はい、ホイップさんがね、これまでバイトしてた清掃のバイトを、まあ、辞めるにあたって、うん、まあ、そこの社長の息子さんとのやりとりで、まあ、YouTube やってるみたいで、YouTube 聞きましたよ、見ましたよ、と言われて、うんうん、もう冷や汗かいたというね。ぶわぶわに書いたね、はい。このエピソードありましたけれども、プラネタリウムベガさん、面白い、彼の部下として働けば、無限の面白いエピソードが生まれる気がします。やめてくれ。本当に嫌なんだよ。僕と一緒でやっぱりこうね、まだだってやめずに続けてほしいという、うん、ことですよ。いや、本当にさ、無限に嫌なことが起き続けるから、これから。そうね。それこそ、まあ確かにね、砂金の一粒みたいなエピソードは生まれるかもしらんよ。はい、はい。でも、もう、ストレスが、それに比べる、ストレスがちょっとあまりに大きすぎて心が耐えられなくなっちゃう。多大なストレスから一粒の砂金みたいな。ちょっとねコスパ悪すぎるなあれは。ゆうすけ田島さんも、うん、超ゲストに呼んでほしいです。やだよ、ゲストに呼ぶってなったらバレるだろう。悪口言ってたの。そうですね。あの回を聞かせないとね、呼ぶ意味がよくわかんないだろうからね、向こうもね。はい。こういうふうに反応がありました。あとはね、デラックスお刺身さんがね、ツイッターで、コンビ名何にします？いやいやいや、組まないから。組まないからね。ツーニートってどうですか？バカ野郎あんちゃんよ。俺の師匠の深見の師匠がよ、そんなようなこと言ってたよなあ、終わり、あ、終わりなのね。続くわけじゃないのね。続くと思ったら続かねえんだよな。漫才もそうでよ。なんだこれ。これこのままいけるなって思った時になんかやめたくなっちゃうんだよな。あのさ、俺笑ってるけど、うん、そんな似てねえからな。そんなクオリティ高いわけじゃねえからな。メリークリスマス、メリークリスマス、ミスターローレンス。
ひでえわ。これはひでえわ。はい、次いきます。次はね、オーロラリフレクターという素材。これも反射材なんですけどね。うん、まあ、これが今すごいぞみたいなことをホイップさんがいろいろ紹介してくれた回、これありますけれども。うんうん、はい、これまず数の子さん、将来ホイップさんが捕まったらニュースでこの動画の画像を使ってほしいわ。やめてくれ。あれ？俺がまとってるやつ？まとって、あ、でも勇者の紋章も写ってるやつじゃないですか。いや、いいね。きついね。罪状にもよるけど、うん、やるなこいつってなるね。誰もが冤罪は疑わないよね。無職高橋俊介容疑者って下にテロップ出てね。やっべ、犯人だなこいつってなるな。きついな。それからね、この回はちょっとこうショートムービーというかね、うん、実際にちょっと外に出てみて、うん、ホイップさんのその紋章が光るかとかそういうのも試した動画もあるんですけど、うん、エース18さん、竜の紋章が光らなくてもこれを東京から貼ってきただけでももう立派な勇者な気がする。これおっしゃる通りだわ。なるほどね。確かにね。あの竜の紋章を東京から貼って、静岡に来てましたからね。帽子でさ、ちょっと隠してやるんだけど、うん、まあ、明らかにおでこから、その帽子のつばから下に、そうそうそう。はみ出てんのよ。そうだね。うん。それを見られるのが恥ずかしくてね。ただ僕がホイップさんとね、現場で会って、うん、おーってなるときって結構暗いから、うんうんうん、で、まさかそんなことしてると思ってないから気づかなかったけど、うん、もうちょっと明るいところで、うん、ちゃんとホイップさんの顔見てたら、明らかに違和感あるからね。そう。多分何人かは、んってなってたんだろうね。そうでしょう、ね。来るまでに。うんうんうん、バス乗って来てますからね、僕ね。もう立派な勇者ですよ、というコメントいただきました。ありがとう。はい。それからね、春分さん。ライスオンミーのグッズ、これで作るんですよね。売れると思うので、大量に作りましょう。やめろ。そそのかすな。悪くないよね。三村さん好きなんだから。いや、グッズがかっこいいよね。うん。いや、もうシンプルに、やっぱオーロラリフレクターで T シャツって言うんでも、めちゃくちゃかっこいいでしょ。かっこいいね。なかなかないよ、そんな番組グッズ。うん。あんなオーロラな感じの番組グッズないから。オーロラな感じって。ないよ、うん。ティッシュカバーとかもいいね。オーロラリフレクター。いや、ほんとさ、高いからあれ。やけに部屋でチカチカすんな、みたいな。いや、いいんか。いいよね。いや、高いからあれ。ちょっと考えるよな。素材代、まあまあするから。だから、数はちょっと少なめにして、限定販売みたいな感じで。なんかライスを見て浮き出るように、ちょっと作るってありだね。うん、夢広げるな。やめてくれ。T シャツ膨大に余ってるんだからさ。この間ちゃんと数えたんですよ。はいはい。60枚以上あった。言うなよ。最高を。売れてる感を出していかないと。どんだけ作ったんだよって思って。ちゃんと数えたら。きついって。そうね。T シャツも、ブースで販売してますんで、よかったら見てみてください。ということで。まあ、でも、オーロラリフレクターのグッズっていうのも一つね、うん、これは案に候補に入りましたから。はい。はい。これももし、機会があれば、皆さんお楽しみにそうですね。ということでございます。はい。という感じでございまして、今回はこれで以上ということでございますけれども、たくさんいつもね、メッセージいただいてありがとうございます。今後もね、YouTube の方でコメントか、もしくは Twitter で、ハッシュタグ、ライスオンミをつけてコメントいただけましたら、このようにご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上、ライスオンミでございました。ありがとうな、あんちゃんよ。ここからはお楽しみ。ラララ。